スバル FA20FA FA 型エンジンとは、スバルの水平対向4気筒ガソリンエンジンの系列。ナバンは、トヨタ86、サイオン FRS 及びスバル BRZ に、直噴ターボ版は2012年にマイナーチェンジした、レガシーに初採用された。ロングストロークタイプの FB 型エンジンをもとに、スクエアストローク化し、バルブの駆動方式は、 カムシャフト配置の自由度を持たせる目的と摩擦低減の観点からローラーロッカーアーム式を採用している。カムシャフト駆動もチェーン式で補機はベルト1本で駆動するサーペンタイン式を採用する点も FB 型と同じである。ただし軽量化を主目的に開発した FB 型とは対照的に高出力、高負荷にも耐えられる設計としている。 通常、高出力、高負荷にも耐えられるような設計とする場合、同寸のままだと、ピストンやシリンダーは、やや重くなるが、FA 型においては FB 型よりも、吸気マニホールドを6 5ト、mm、ルエンジン下部の排気ブランチを1 9ト、mm、ルほど、高さを抑えることでその問題点を克服し、FB 型よりも軽量に仕上がっている。なお、な 直噴ターボは形式こそ同じ FA20 だが同じなのは内径工程の数値や縦置きであることとクランクシャフトが共通部品を採用している程度でシリンダーブロックやピストンをはじめとした多くのパーツが別物であり直噴ターボの方が高出力に耐えられる設計となっている。また前社がトヨタ自動車との共同開発であるのに対し校舎は スバルの完全自社開発である。組み合わせられるトランスミッションも、前者と後者で異なり、前者には、アイシン AI 製の6足、MT もしくはアイシンオータムウィンター製6足、AT が、後者には、スバル自社製のチェーン式無断変速機、リニアトロニックが組み合わされている。FB20 エンジンと比較して、FAA20 は、 内径工程が 86mm86mm 86、mm、のスクエア、排気量が 2.0L となる。FA20D なエンジン FA20D は、直噴、ポート噴射を併用し、ド、スバルのアバックス可変バルブタイミングシステムを備える。日本国外で販売されるトヨタ86及びサイオン FRS では、トヨタ夕方エンジンと呼ばれる。 トヨタのエンジンファミリーコードによって識別され、4UGSE という形式名が与えられた。ただし、トヨタスポーツ800に搭載された 2U 型などの、本来の U 型エンジンとは直接の関連性はない。スバルは使用する、エンジンオイルの推奨年度 0W-20 としている。ウォーズオートは、FA20D を2013ワーズ10ベストエンジンに選出した。 参照元、スバル、車種紹介、BRZ スペック初現表。2012年2月4日閲覧。FA20 回直噴ターボエンジンスバル独自の直噴およびツインスクロールターボチャージャー版である。2015年と2016年、ウォーズオートのエンジントップ10に選ばれた。221kW、5600rpm、400nm。 2000から 4800rpm206kW、5700rpm350nm、2000から 5600rpm スバル FA24 回2017年、大型 SUV のアセントに搭載する、新開発エンジンとして公開された。直インターボ仕様は既存の水平対向6、気筒自然吸気エンジン、EG36 を置き換える、動力性能と、 燃費性能の両立を図ったものとなっている。2019年に登場した7代目レガシーでは EG36 に代わって FA24 が搭載されている。FA24 回は2018年に2019年式、スバルアセントに最初に導入された。FA20 と比べてストロークは同一ながらボアが拡大され、これによって排気量が2.4リットルに増えた。 重量を保ちつつ消音時間を短くするため、ヘッドとブロックはすべてアルミニウム製となっている。直噴およびターボチャージャーが、水平対向6気筒かつ、自然吸気のスバル EG 型エンジンと同等の出力を得るために使用されている。指定されるガソリンの有種は、レギュラーガソリンである。2019年のシカゴオートショーで、スバルは、 同年秋から発売される2020年モデルのレガシーを発表し、オプションのエンジンとして FA24 を搭載するとした。2020年式スバルアウトバックも上級オプションとして FA24 が用意されている。スバル FA24DFA20D と同様に FA24D は直噴とポート噴射を組み合わせるトヨタの D-4。 S, S 燃料噴射システムを使用する。内径工程並びに排気量は FAA24 回と同一だが圧縮比が12.5、1に高められている。ボトムマウントされたターボが組み込まれている FA24 回を86や BRZ のようなコンパクトスポーツカーに搭載するのは価格と全体の重心の上昇を招くと判断された。 ため、仙台と同様自然吸気が選択された。FA20D では、燃費重視のチューニングにより3000から 5000RPM の間で大幅にトルクが低下していたが、トルクカーブを見直すことで、FA20D に比べてより低い回転数で、ピークトルクが得られるようになり、トルクの低下もなくなった。また、エンジンにオイルクーラーが追加された。従来型をもとに、ケース、 トルクコンバータ、チェーン等を高出力、高トルクに対応させている。マーク・ボーン、スバル・ショーズ・プロダクション・バージョン・オブ・ザ・ b ー・ z AUTOWEK.com。2013年12月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月11日閲覧。車両仕様スバル・ハット・ウィゼンバーグ。 ケイリー、ハイレビングスバルボクサーエンジニーズクラウドプリージル。ウォーズオート、2018年2月28日閲覧。スバルレガシーアウトバック、インジャパン2レシーブマイナーフェイスリフト、フィッテッドウィズニュージェネレーション2.5リッツターナー &2.0 リッターダイレクトインジェクションターボボクサーエンジンズ。フジヘビーインダストリーズ、リミテッド。 https コロンスラッシュスラッシュ www。スバル。co。jp。スラッシュ n。スラッシュニューススラッシュアーカイブズスラッシュプレススラッシュ二零一二。スラッシュ一二零五零八。12 html 2018。二千十八年二月二十八日閲覧。ウィゼンバーグ。ケイリー。スバル。s。ライトウェイトボクサーパンチズアバーブウェイト。ウォーズオート http。ワードスット。com。テクノロジー。 スバル S ライトウェイトボクサーパンチズアバブ、ウェイト2018年2月28日閲覧。マーフィー、トム、2016ウィナー、スバル2.0リットルターボチャージド DOHC、H-4。ウォーズオート、h t t p ドストドットドッ c o m 10ベストエンジンズ。 2016ウィナースバルマイナス20リットルターボチャージド同 HCH マイナス42018年2月28日閲覧スバルの新エンジン FA24 型登場を大型 SUV アセントに搭載モーター ファンテック、https コロン,ンスラ<テ>ッシュスラ<テ>ッシュ motor-fan.jp スラッシュテックスラッシュ1 0 0 1 8 8 0 2 0 2 0年9月20日閲覧。ab キルボーイ、ジェームズ、ミートスバル、s n u fa24 エンジン。ザドライブ、2018年2月27日閲覧。スバ<テ>ル<ッ><サ>デ,デビューズオ<テッ>ール、ニューアセントサンロー SUV、スバル。 https://www.media.subaru-global.com-en-news-25252018 年3月1日閲覧。ワールドプルミエオブオールニュー2020スバル、レガシーセダン、スバル。 h t t p s w w w s u b a r c o j p p r e s s n e w s e n 2 0 1 9 0 4 2 0 1 9年4月4日、閲覧。ワールドプルミエオブオールニュー2 0 2 0 s u b a アウトバックスバルコーポレーション h t t p s w w w s u b a c o j p p r e s s n e w s e n 2 0 1 9 0 4 1 8 7 1 4 7 2 0 1 9年4月17日、閲覧。ab ワールドプルミエオブオールニュースバル BRZ スバルグローバルメディア h t t p s w w w m e d i a s u b a r u g l o b a l c o m スラッシュ en スラッシュ news スラッシュ30322021年4月5日閲覧 abcde トヨタともっといい車作りを追求し、誰もが楽しめる究極の fr ピュアスポーツカーへ進化、スバルグローバルメディア。 h t t p s w w w m e d i a s u b a r u g l o b a l c o m j n e w s 3 0 8 3 2 0 2年4月5日閲覧。パーキンス、クリス、ホワイザ2 0 2 2スバル BRZ スティルイズント、ターボチャージド。ロードトラック、https。 www.rodandtrack.com ニュース A34713222 ホワイマイナス2022スバル BRZ イズントターボファ24テック2021年4月5日閲覧オートヤスヒロジャパンプレミア2021スバル BRZ スバルコーポレーション2021年4月5日閲覧 スバル BRZ のエンジンが、米中ベストエンジン賞を受賞。レスポンス。2012年12月14日。ありがとうございます。